CGS をご覧の皆様、こんにちは。メインキャスターの神谷総平です。倉山充です。よろしくお願いします。お願いします。今回は第3週目の第5話、井伊直弼と不平等条約というテーマでお送りしたいと思います。先生、今回はいつになくノーマルなタイトルで。そうなんですよ、はい、井伊直弼の花の生涯みたいなんですね、はい、かっこいいタイトルしたかったんですけど、はい、花の生涯って大河ドラマ第一作ですしね、はい、流行る流行る、はい、うん、でもどうせ検索ワード引っかからないなと思ってですね、はい、はい、そんな考えで、はい、わかりました、はい、井伊直弼で前回はね、はい、あのペリーを好きになろう、はい、この人を好きになろうこの人に脅されたというのは間違いだとそうですね、随分な脅され方ですよね、はい、間違いだということで、でもその後やっぱり安政の大国が起きたのはなぜなんだと、そうそうなんですね、いうことですよね。で、和親条約は単に開国するだけで、はい、まあ、問題ないんですが、はい、その不平等条約が今日のテーマですよね、はい、で明治政府っていうのはその不平等条約を撤廃させるために存在したようなものなんですから、はい、うん、じゃあなぜそうなったのかっていうと、まあ、散々やってきましたけど、はい、もう超大国が押し寄せてきたわけですよ、はい、アメリカがあって中国があって日本があって、違った、イギリスがあってロシアがあって日本があるみたいな、はい、そんな状況の中で、まあ、ギリギリの線で、まあ、頑張ったっていうのが今日の話ですね、はい、この井伊直弼なんですが、うん、彦根藩ですよね、うん、そうですね、はい、うん、今でもあの龍馬プロジェクトにはですね、彦根のなんか彦根藩と人気を二分するとか言って自称してるやつがですねいるんですけど、やっぱ井伊直弼は人気らしいです。ちなみにその方どなたですか。北川元気と言います。あ、はい、北川元気と彦根藩。そう、そうなんですよ。それステマですか。いや、北川元気はだからよそではですよ、はい、自分の自己紹介の時になんか彦根藩と人気を二分する北川元気ですって言うんですよ、はい、地元では絶対言わないそうです。ああ、はい、なるほど、はい、どうでもいい。面白い人ですね。どうでもいいですけど、ステマです、はい、これはステマです。まではありません、ステマです。はい、はい、では安政の、当時の政局ですね、政局ですね、はい、はい、13代家定って篤姫の旦那さんですね、はい、堺雅人さんがやってた役の人、はいはい、まあ、結構病弱 で、 病弱で、まあ、あれだと美化してあれかよみたいな、はい、描き方されてましたけど、うん、まあ、本当はメタメタだったんですね。本当主君を押し込めされそうになったのを側近たちが必死になって止めてたみたいな方なんですよ、はい、でもうどうせ長くないだろうみたいなんで、まあ、派閥構想が勃発するわけですね、はい、うん、で、まあ、家定の下に、まあ、あのノーマル派、主流派がついてるんですね、はい、で、まあ、紀州藩の徳川義富を担ごうとする、はい、まあ、井伊直弼みたいな人もいたり、はい、堀田正俊という老中も、はい、まあ、一応こちらの派ですよね、うん、でそれに対してやっぱり優秀で、まあ、聡明だと評判の一橋家の義信さん、はい、水戸家の家成成明さんの、はい、あの息子さんですね、はい、実の息子、うんうん、でそれから日本一賢いと評判だった松平春学こと義長さん、はい、なんかがまあついて、で、まあ、派閥に分かれて、あの義富派対義信派、はい、自治将軍職をめぐる争いが、ね、はい、有名ですね、はい、でそこで争点はどう。争点はこちら。まず一つはあの将軍軽視問題。これはあの一橋派のご利用しです、はい、当時はあの価格で決まるんで、はい、だ皇位継承順位みたいなものが決まってるわけですよ、はい、それをあの紀州藩の若造じゃダメだみたいな、はい、吉信っていう優秀なのがいるんだからこっちにしろみたいな、はい、ご利用しなんですね、うん、だからあの洗礼主義の世界にすでに徳川家はなってんで通らない話なんですよ、はい、そこをまあ無茶やっちゃったわけですね、うん、で2つ目が国際情勢でして、はい、あの不平等条約を押し付けてくる圧力が、まあ、列強からかかってくるわけですよ、はい、でそれをあの幕府が勝手にやってんだったらどこにも責任問題、ね、発生しないのに、幕府の方が孔明天皇に聞いちゃった、うん、で孔明天皇としても、はい、あの先祖伝来初めて、はい、あのよく分かんない、はい、あの白人という、まあ、中国人よりもさらに宇宙人的な感覚なわけですよ、はい、うん、そんなんうちの代で自分の代で認めたなんて言いたくないわけですよ。そうですね、うん、立場上、うん、言えないですもん。朝廷なんてもっと洗礼主義の世界ですからね、はい、それを幕府があの政治任されてるくせに、はい、いや外交問題天皇陛下にお伺いをみたいなことやっちゃったんで、はい、揉めちゃったんですね。孔明天皇としてはダメって言うしかないじゃないですか。そうですね、うん、でよく尊王攘夷対開国鎖幕っていう、はい、あの二項対立って言われますけれども、幕府の側だって逆賊になりたくないんで、はい、尊王なんですよ、はい、でじゃあ開国現実にできるかっていうとそうじゃないですよ、はい、っていう風な話で、実はそんな単純な話じゃないですし、うん、不正確です。なるほど、これはおかしいです、はい、でそこであの当時の派閥を
よくある一橋対南紀派、はい、みたいに言われるじゃないですか、はい、だからこれあの自民党の派閥みたいにですね、はい、竹下派結成集会みたいなノリで、うん、あの一橋派結成集会みたいにやるわけじゃないですね、はいはい、で、一橋派は確かにしょっちゅう会合をやってます、はい、だから不満分子の集まりだ、うん、で南紀派っていうのはない、まあ、もともといる人たちですからね、主流派 派ですから、そう権力持ってる人たちなんで徒党を組む必要ないですよ、はい、言い直す権にしたって独裁者みたいに言われても、まあ、将軍さんと話をつけれる、はい、将軍の名前で独裁やってるわけなんですね、はい、そこが全てなんですね、うん、将軍の名前で聞けっていう、はい、まあ、企業で言えば俺はもう会長から社長の座を預かってるんだから、はい、で今は社長兼 CEO なんだから言うこと聞けって言ってるだけ で、うん、聞かないやつら陰謀派徒党を組んでるやつら、はい、みたいなんですね、うん、っていうふうにあの自民党の派閥考えちゃうと、はい、イメージしちゃうと全然違ってきますね、はい、田中派対福田派みたいな、うん、この辺の時代だったら差し支えないですか、まあ、大丈夫です、はいはい、大丈夫です、その辺でいきましょう、はいはい、じゃあその辺、はい、田中派対福田派みたいな、はい、2人脱落者が出たら大変みたいな、はい、すごい時代の派閥構想ですよね、派閥なの鉄の規律みたいな、でここで、はい、あの日本人が自民党の派閥、特に三角大福とかあの時代のイメージで語っちゃうと派閥が分かんなくなるんですけれど、はい、まず派閥の特徴っていうのはあの4つ、はい、まとめてみました、はい、1、自ら名乗らない、はい、田中派結成集会とか、はい、竹下派結成集会とかですね、散々やってましたからね、やらない、竹下派結成集会って野党の皆さんが勢ぞろいでしたからね、はい、社会党と公明党と民社党のトップがやってきて、はい、我らが早稲田内閣を作るぞっていうですね、はい、すごいことやってましたからね、ああそう、日大出身の梶山清六さんが隅っこで小さくなってなんなんだここはみたいな、はいはい、ということでまず自ら名乗る、これはおかしい、はい、で2つ目、必ずしも構成員は明らかにしません、はい、だから派閥名簿っていうのがあるのかしおかしいとでそれで派閥でパーティー機集めろみたいな、はい、うん、そういうことをやっちゃいけないんですよ、はいはい、それ政党ですからね、ほとんどだんだん耳が痛くなってきました、はいはい、で構成員が瞬間的に入れ替わります、はい、だからこの辺民主党の方が近いですよね、なるほど、だから、ね、民主党の派閥構想を新聞記者が追い切れなかったのは、はい、自民党みたいな派閥をイメージしてた、自民党の派閥って党の中にある政党みたいなものですからね、はい、そうですね、その自民党の派閥もいいとこあって、あの新人さんでも、まあ、選挙の面倒を見てくれる、はい、みたいな、うん、よくも悪くも、まあ、ちゃん派閥が機能してるときは面倒を見ますもんね、はい、うんうん、だからそれ派閥って言うのかな、うん、でそれが敵対派閥を抹殺するまで戦 う、 おう、だから負けたら終わりなんですよ、源平合戦だって、はい、平家が勝った源氏はまあ殺されちゃうわけですし、はい、源氏が勝ったら落ち武者狩りやる、はい、そこが派閥であって徒党ですよ、ね、はい、であって政党じゃないですよね、うん、だから自民党の派閥っていうのは良くも悪くも相手を抹殺するまでやらないっていう、はいはい、敵対派閥をまあ三角大福の時代とかその前の八甲師団の時代とか、はい、やらないわけなんですよ、うん、だから強い総理はなかなか生まれないんだけれども、はい、逆にあの悲惨な政争は発生しない、うん、高度経済成長でみんな食えるんだからそこまでやらなくていいじゃないか、はい、みたいな時代の産物ですね、全然、うん、ね、違いますよね、なるほど、これでも今回特に流れと関係ないですよね、え、え、一橋派と南紀派を分かるためには、ね、ああそうなんですか、これどう自民党の派閥みたいなのを想像してもらっちゃ困るじゃん、ほらもうここで今の政治の派閥とは違う感じだねみたいな、はいはい、普通の人が思うね、いや僕これ事前にもらった時にこれなんか僕にいろいろ喋らせられるんじゃないかなと思ってあ、いやいやいや、ヒヤヒヤしてたんですけど、そういうわけじゃない、そういうわけじゃない、はい、はいはい、私が言いたかっただけ、言いたかっただけで、はい、いや本当にこういうのを無視して学者先生が議論してるんで、はい、あの学者先生といえども自民党の派閥をイメージして物書いてるんで、はい、そこは読むときに気をつけてくださいよっていうことなんですよ、うん、一応真面目な話、そうなんですよ、うん、だから自民党の派閥がちょっと異例であって、派閥という言葉を使ってるのにね、うん、本来派閥ってのはこういうもんだと、そうだから民主党とかそっちの方が近い、はい、で、あの、まあ、学会とか派閥の存在そのものを認めてませんもんね、うん、だからそっちの方があの余計陰湿なんですよ、はい、東京大学の派閥って悲惨ですもんね権力者と弾かれたやつしかいませんもんね、はい、あと昭和でいうと商工省っていう、まあ、後の通産省経済産業省なんかだと岸信介とその上司の吉野伸二さんっていう人だけがラインで、はい、派閥に入れる人は優秀な人、うん、そうじゃない人は入れない人みたいな派閥もあって、はい、だから自民党の派閥だけが派閥じゃないんで、うん、歴史の本見ると幕末の人って現代のこととか全部自民党のイメージだけで語っちゃってるんで、はい、気をつけてくださいっていうイントで出したんです、なるほど、別に神谷さんに嫌がらせしようとかいじろうとかですねそういうことじゃないです、私がそんなふざけた人に見えますね話を戻しましょうか、はいはい、当時の派閥でね日本が争った時の
国際情勢はこんな感じでした、はい、ということですね。だから国際情勢と国内政局は関係するんだっていうのは、実は日本が弱い時はそうなんですね。現代でもそうなんですね。大日本帝国は関係ないですけれど、幕末とか現代っていうのは国際情勢抜きには語れない、はい、でここでアロー戦争と天津条約、愛軍条約っていうのは、アロー戦争は第二次アヘン戦争みたいな言われ方しますけど、英仏に袋叩きにされて天津条約結ばされ、はい、どさくさ紛れてロシアが愛軍条約で宴会衆持っていくっていうですね、はい、うん、だから日本のことを大化21か条で勝ち場泥棒とか言うじゃないですか、はいはい、だから勝ち場泥棒っていうのはロシア基準だと最低主権国家を1個ぐらい持っていく、はい、3個ぐらいなんなら持っていきましょうかみたいな。なるほど、可愛いもんだと。そうだ、ロシアってこういうこと平気でやりますから、ね、まあそうですね、自分戦争しないで勝手に条約だけを持っていくってですね、うん、でセポイの乱とムガール帝国滅亡はこれイギリスがインド支配しちゃう話ですね、うん、だから完全にもう日本に目の前に来てる、はい、インドとか清っていうのはもう壁にすらなってないって、はい、よくセポイの乱と太平天国の乱のおかげで日本は乗り切れたんだみたいなわけが分かんないこと言う人いるんですよ、はい、なわけないでしょ、はい、うん、そんなん関係なく時間の問題でやってくるわけですよ、はい、ではっきり言いますとこの時の日本は対応できてません、はい、だこれで向こうも時間止まってるんだけれどもこっちも時間無駄してるんですよ、はい、だから歴史っていうのは錯誤の連続なんですよね、うん、結論分かってるわけじゃないんで、はい、でも乗り切ったっていう、うん、でそこで、まあ、外国どうするんだ、不平等条約受け入れるしかないな、でもそれ泥かぶるのは嫌だって言って出てきたのが井伊直弼、井伊直弼、うん、はい、でまあ決められない政治をやってた堀田正俊さん、はい、っていう人がほったらかしにして自分が老中主座の上の大老になるわけですね、はい、大老は臨時の、まあ、独裁権持ってる人ですね、うん、はい、でまあいつものいつもというか前回のパターンと同じで修好通商条約をハリスと結ぶっていう、はい、で外交問題はまずアメリカだと、はい、アメリカと結んじゃえば、まあ、他と結んだって大丈夫って、うん、この時安政の5カ国条約って、まあ、アメリカ以外の4カ国とも結びました、はい、同じ内容、はい、だから一番交渉しやすいアメリカをここでも選んでるんですよね、うん、なるほど、だからハリスがうちは大国だぜへへんとか言った時にイギリスさんに言えますか、ロシアさんに言えますかみたいなそんな感じの交渉なの、なるほど、うん、で、まあ、価格に従って、はい、徳川義臣紀州藩出身八代将軍吉宗の直系ですね、はい、を後継に定める、はい、うん、で、まあ、名前を家持ちに変えて、まあ、半年かけて朝廷に工作して将軍宣言というですね、はい、もう一気にバタバタバタっと決めちゃったんですね、はい、これが当時の外交内政も片付けると、はい、で不平等条約、まあ、確かにひどいです、はい、よく言われる内容、こんな感じ、まず一方的に最恵国待遇です、はい、最恵国待遇っていうのは一番いい待遇しますよっていう、うん、これは一方的であると、はい、今は主権国家平等の原則で国交を結んだら全部に最恵国待遇ですけどね、はい、お互いじゃない、相互じゃないですね、はい、で一方的違い法権、うん、今でも大使館はお互いに相互に日本にある何とか国大使館には日本は入りません、何とか国にある日本大使館には何とか国は入りません、はい、で認め合ってますね、うん、これは一方的だったと、はい、で関税自主権もこれまた一方的喪失と、はい、だ TPP でよく関税自主権をもう一回失うのかって、一応あれは相互ですから、はい、なるほどこれは違いますから、この時は一方的ですからね、そうですね、これ一方的というところが大事なんですよね、そうです、はい、で一方的で大変だって普通、まあ、ひよこくんみたいに思うわけじゃないですか、うんうん、ただここで何とか止めたんですよ、はい、文明国か征服されるって植民地になるか二択だったのが、はい、中間の反文明国で止まった、はい、だからヨーロッパ人っていうのはお前ら有色人種は文明国じゃないって言って黒人の住むアフリカであるとか、はい、有色人種の住むアジアとかを黄色人種のアジアを征服してきたわけですよ、うん、ついで白人が住んでるはずの中南米もやってるんですけど、はい、まあ弱ければ征服されるって時代になんとかここで止めたん、はい、でもご先祖様以来2600年当時500年か、はい、の歴史を踏みにじったってことで逆賊ですよね、うん、井伊直弼さん、井伊直弼かわいそうに、うん、はい、まあ花の生涯は悲惨な結末で終わるわけですね、うん、それが次回なわけですね、うん、安政の大獄と桜田門外の変ということで次回お送りしたいというふうに思います。今日もどうもありがとうございました。